レジストコードアレゲラ大気圏突入。予測降下地点房総半島沖20キロ。ガイスサリーゴー。次回に予測降下地点変更。鹿島灘から洋上一帯。どういうことだ。アリゲラは戦闘機以上の飛行能力を持ってます。どこに降りるか分かんないんです。おっ、何だよ。テペ、衛星画像。これは別の飛行隊がそっちに向かってます。どっちから来てるんだ。リュウさん、湾岸エリアに向かうぞ。間に合わないわ。僕が行きます。頼むぞ未来。ライズオーシャンか。本当に大事なものは何だろう、何だろう。銀色の目が時の流れを見つめてる。ファイトの意味は憎しみじゃない。守りたいのはみんなで描く夢なんだ。傷ついても倒れても助け合える道を探そう。微笑みをつなぐ世界、夢を諦めたくない。どんな希望ゾーシャンブルーウェイル。アリゲラは日本海溝に逃げ込んだ模様。 GIG、 やはりアリゲラも例の時空波に引かれて地球に襲来したのかも。ほう。お久しぶりです坂道さん。あれ、会長の知り合い。彼は外ゾーシャンのイサナ君だ。ごめん。いや、先に連絡できればよかったんだけどさ、俺らも奴がどの辺に降りてくるのか全然分かんなかったんだよね。しかもなんかあいつすげえ飛び方すんじゃん。びっくりだよね。軽い。すいません、遅くなりました。未来、大丈夫か。大したことありません。その肩の怪我、さっきの戦闘で。あ、はい。
さっきはありがとうございました。ったく、なんで正面から突っ込むんだよ。そうよ、ああいう攻撃はね、危険よ。下手すりゃ頭にもう一発食らって海にピューッと。ねえ、なんか隠してる？全然。いや、ねえ、うん、とにかくアリゲラは太平洋の海溝にいる。あそこは外造者のテリトリーだな。その通り。そこで私から提案だ。外造者の巨大潜水艦からその海溝をめがけてメガトン級の魚雷をバカすか撃ち込み、海溝内でアリゲラを一気に殲滅する。海溝にバカすか魚雷を撃ち込んだりしたら大規模な地殻変動を誘発して、それこそメガトン級の災害を引き起こすことになりますけど。え、とりあえず海溝からおびき出して叩くしかないわけで。それでは今回は外造船と共同戦線を張るのが最善かと。ってことでよろしく。いいですか、伊佐奈さんがいる間未来君がメビウスだとバレないように皆さん言動にはくれぐれも気をつけてください。トリピーとマルさんだけだったら問題なかったんだけどな。およそのことには気づかないタイプだからな。あのイサナっていう人、なんか妙に勘が鋭い気がします。イサナ、どっかで聞いたような。気のせいか。気のせいでしょう。そうか、そうだな。すっきり。イジェクションギアをもう一遍確認しとけ。整備班はパイロットの命を預かってるってことを忘れるなよ。はい。相変わらずさすがだな、ドッツァンの整備は。後で俺のシーウィンガーを見といてね。あの話考えといてくれた？潜水艦なんぞに行くつもりはねえ。俺にはここで面倒見なきゃならねえ飛行機たちがいるんだね。大将、おめんところにはちゃんとした整備士がいるじゃねえか。あんたの腕は一流だよ。俺も船の中に相談相手がいると嬉しかったりして。相談だと？お前は大事なことは人に相談したことなんかねえじゃねえか。あれ、あのことまだ怒ってる？海溝の入り口に接近します。ブルーウェールからアリゲラのデータが来たのか。アリゲラはコウモリやイルカのように超音波で世界を認識しているようです。しかもこの翼が非常に強靭で、潜水艇の海鳥のように空中と海中どちらでも自在に活動できます。空と海両方であの動きができるのか。ワイズクルージング機能だかなんだか知らねえが、イサナのやつまったく無茶しやがる。アリゲラが発するパルスをキャッチ。アリゲラは海溝の第三深部に向かって進行しています。呼んでる。何が？アリゲラが僕を呼んでる。アリゲラがメビウスを呼んでいます。なんでそう思うの？いや、その単なるこいつの勘なんですけど。気が合うね。俺もあのパルスはメビウスを呼んでんだと思うね。さっきの戦闘、湾岸に向かってたアリゲラはメビウスが現れた途端に引き返してきた。どうやら奴はメビウスと一戦交えたいみたいね。今度は海溝の底の底で。そんなところで戦えばどでかい災害が。だから奴を房総半島の埋め立て地に呼んで叩きましょう。どうやって？はい、アリゲラは視覚の代わりに超音波で世界を認識してます。で、その超音波を歪めて増幅させるソナーボックスをブルーウェールから海溝に落としていぶり出します。で、
海溝から生え出てきたところを洋上に着水したシーウィンガーからアリゲラが必ず食いつく音を出す。必ず食いつく音？メビウスのフローノイズです。なるほど、やつはメビウスが空を飛んでいると思って洋上に出てくる。あとはシーウィンガーでやつを房総半島沖の埋め立てエリアまで引きつけて待機したガンローダーで撃墜、地上戦で一気に叩くと。でもシーウィンガー一機じゃ危険すぎるんじゃ。大丈夫、ガンウィンガーがバックアップにつきます。乗るのは君と君ね。僕を乗せてください。君はダメ、怪我をしてる。こんなの平気です。あんま無理言うと僕一人で行っちゃうよ。心配すんな、シーウィンガーは俺たちがきっちりバックアップする。未来、お前はガンローダーで待ってろ。僕がアリゲラの攻撃を受けたりしなければ。はい、さあ作戦はブルーウェールの準備が整うのを待って1時間後にしましょう。はい、よし頑張るぞ。あの、アライソさんはイサナさんを昔からご存知なんですか？ごめんなさい、あの、お二人がお話ししてるの。そう、イサナがちょうど今のこのみちゃんぐらいの頃だ。あいつここで整備士見習いをしてたんだ。え？そこそこ腕も良くてちょいと目かけてたんだが、あいつ黙って試験を受けて勝手に外蔵者に行っちまった。ごめんな、トッツァ。若い時には何でもできるような気がする。それが若さってもんだ。あれもこれも全部はできねえ。いずれは自分の一生をかけて悔いのないものを自分で見つけ出さなきゃならねえ。思っているほど人生は長くはねえんだ。アライソさん、本当はイサナさんのことちっとも怒ってないんだ。イサナには整備士の仕事より今の仕事の方が多分天職だったんだ。ガーッと行けば奴は飛行能力です。ここを狙うのが一番重要なの。いや上だろう、やっぱり。いやだからそれじゃここ狙えないじゃん。お前はい、お前電源入ってねえよ。おいかい、85Y4ST ここで OK だろ。おいしそう、おいしそう。低空でスタンバイして奴の接近と同時に垂直上昇、正面から奴の両翼を狙う。そっか、すごい、それです。なるほど、それで行こうか。じゃあ、はい、一期一会だ。出会いは一度きりだ。だから今共にいる仲間を精一杯大事にしな。
出撃の時間です。じゃあよろしく。やっぱ軽い。ソナーボックス投下。アリゲラが開口から出ます。フローノイズオン。来るぞ。何してんだ。早く発進しないと奴が来るぞ。やっぱトッツァンがいじると調子いいぜ。こっちも行くぞ。やった。くそ、操縦不能だ。落ち着け。各機マニュアルモードに切り替えろ。タコミツさん、メテオール解禁。ターミッション2シフトマニューバー。レシウムトライデント。
迎えに参りました。伊佐那隊長。隊長？隊長？隊長？そうだった。伊佐那君は先月付で任命された外蔵社の新隊長だ。君たちに気を使わせないよう黙っててくれと頼まれてね。ガイズジャパンクルーにケレン。世話になった。こちらこそ。共に戦った記念に。あんたがここにいたいって気持ち分かる気がするよ。あんたの飛行機たちはとびきりまっすぐな心を持ってる。聞いたようなことを抜かすな。体気ぃつけろよ、歳なんだから。イサマ、しっかりやれよ。ああ、とっつぁんもな。聞こえてるぜ。コックピットの会話に気をつけな。でも何もやばいことは言ってないはず。おう、僕が行きます。頼むぞ、未来。まさか、イサナさん、初めから感づいてたんじゃ。やられた。隊長、ガイズジャパンにメビウスがいるんじゃないかって言ってたじゃないですか。あれどうでした？あれは冗談だ。本気にしてたのか。隊長って何考えてるんだか、ほんと読めないです。読まれるようじゃ隊長は務まらないんだよ。またな、ガイズジャパン。またな、メビウス。早く起きなさい。ご飯はね、しっかり食べるんだよ。私はサーペントな。お前と私はどう。お前の心を抹殺。母ちゃんは。次回、無敵のママ。